して先輩って言うの？ねえあなた、お風呂にする？ベッドに行く？どうして？二人っきりになりたいんだ。二人っきりになれたね。じゃあ寝ましょう。いつも幼稚園で一緒のお布団で寝てたじゃない。夫婦は夜は子供を作るものよ。いいから寝るの。寝るの。ゆいとくん、忘れ物ミキにキスして。早くキスして。おやすみのキス。早く。ミキのこと嫌いになったの？じゃあキスして。ごめん。
平野。私のメガネ持ってるだろ。平野、殴ったりしないから安心しろ。今のキスはミキのためのキスだから気にするな。もう一箇所行きたいところがあるんだが付き合ってくれるか。全部説明するから。なんだ。ああそうだ。だがもう彼女は来ない。小さな時も夢の中で見た時もここは綺麗だった。ちょっミキ、ユイタくん大好き。ユイタくんはここ、ユイタくんと二人だけのお花畑になるね。そうだったな。でもやはり夢は夢だ。今は何もない。これが現実だ。さっきはごめんな、あんなことして。でもあれがミキの最後の願いだったんだよ。忘れろ全部。あれで夢は終わった。それに昔は昔のことでしかない。あれは夢だ。小さなミキちゃんと小さなユイト君の。お前のことを好きなのは私じゃない、ミキだ。違う、お前と6歳の時引き離されたミキだ。ミキからお前への手紙だ。私はこの手紙を渡すように頼まれただけだ。どうせならミキ自身の手でお前に渡してほしいと思ったからだ。始業式の日、私は過去を思い出せる自分に気づいた。びっくりしたよ。それで私の中にいたミキの存在にも気づいたんだ。自分が解離性同一性障害だという事実はなかなか衝撃的だったけどな。ミキとは何度も話した。私が忘れていた昔のことを事細かに話してくれたよ。お前のことばかりだった。確かにそれは私の記憶だった。
ミキが私に話してくれればくれるほど鮮やかによみがえってきて、私自身の記憶だと思えるようになった。そして話してくれればくれるほど私の中でミキの存在は薄れていった。あのループの中でお前のことを好きだったミキはそうして消えていったんだ。手紙を読んでやってくれないか。ミキは一生懸命書いたろうからな。それを書いた時、もうミキは消える寸前だったんだと思う。ミキはお前にキスして、そして手紙を渡したいって言ったんだ。私はあまり気が進まなかったが、どうしてもって言うんだ。あの子はお前のことが好きだったんだよ。誰よりも大好きだったんだ。でもミキは地下室に行っても現れなかった。もう私と人格が統合されてしまったんだろうな。あんなにお前のことが好きでキスをしてみたがって、すごく会いたがっていたのにな。だから芝居をしたんだ。せめて代わりだけでもしてやろうと思ったんだ。記憶を思い出して、そういう気持ちになっているだけだ。だって私たちはもうミキちゃんとユイト君じゃないんだからな。あの時の気持ちを思い出しているだけだ。もう花が咲いてない広場、花の幻を見ているんだ。書いたラブレターを読むのは趣味が悪いだろう。私に？わかった。ミキはあの時、ユイト君が死んだと思ってた。いっぱい泣いた。でも、ミキはもう一度、ユイト君に会えた。大好きなユイト君と、もう一度会えた。でも、今のミキは、なぜか嘘つき。今のユイト君のことが大好きなのに、好きでないと嘘をついてる。もし今のユイト君が今のミキを好きなら、この手紙を今のミキに渡して読ませてあげてください。嘘はダメだよ。そうか、嘘はダメか。本当は
ことを言うと、ずっとお前のこと避けてたんだ。きっと怖かったんだよ。だって私は昔お前を失って、それからすごく臆病になった。好きな人が消えるのはもう嫌だった。好きにならなければ失うこともないだろう。だからミキに、お前に会いに行ってほしいって何度も言われたけど、ずっと引き伸ばしてた。あの子の気持ちを踏みにじったんだ。さっきキスをされそうになった時、私もドキドキしてたんだ。ああ、やっぱり私は平野のことが好きなんだなと思った。今の平野のことが好きなんだなって。ああ、白い花びらみたいだな。来年ここに花が咲くかな。これ夢じゃないよな。こんなに雪が綺麗だと夢みたいだ。じゃあ平野くん、確かめてみる。不思議だったことがあるんだ。私だってこれまでに声をかけてくる男の子がいなかったわけじゃないんだ。いっぱいじゃない。でも何人かはいた。でも誰にもドキドキしなかった。でもね、今とってもドキドキしてる。平野くんにだけドキドキする。私、キス初めてなんだ。